リエかなえがお送りするハ「するハーミットタイムにようこそ」では皆さんから寄せられたお悩みに対する自分なりの答えを導き出すサポートをさせていただきつつ「リエの話も聞いてくれよ」というギブアンドテイク番組となっております。お楽しみください 皆さんこんにちはハーミットタイムにようこそにようこそりえです。いらっしゃいませ。えっと、ちょ先週ですね、えー、お休みをいただいてしまいまして、大変申し訳なかったんですけれども、えー、ちょっとスピ活動をね、えー、再開したことで、ちょっとペース配分がちょっとよくわからなくなってしまってね。<laughs> 台湾動画、Day5 を作って出したら、もうエネルギー全部持っていかれてしまいまして、ちょっと休んじゃったんですけど、今日は元気にやってまいろうと思います。<laughs> いやあのちょっと昨日の話なんですけど私大体ね最近だと11時ぐらいに起きるんですけど起きてあなんかだるっと思って <laughs> 布団の中で YouTube をまあ20分ぐらい見てしょうがないから起きて Spotify で東京事変でも流しながら朝のルーティーンをこなしていたんですけどあのー、朝飯ね オートミール作って、食うぞって段階で気づいたのが、Wi-Fi がついてねえと、えっと思って、その前夜まではね、あの、使えてたんだけども、その日になって Wi-Fi がついてねえみたいな、あのー、このマンションに入ってる Wi-Fi でね、無料で使いますパターンのやつだったけど、あの、なんか Wi-Fi のね、スイッチみたいなのがね、なんかコンセントみたいになってて、ちっちゃい電源ボタンでさ、なんか Wi-Fi がついてると点灯する。 はずの緑の緑ちちっちゃいライトとかさなんかいろいろコンセントみたいなのがあるんだけどそのまあライトが消えているとえいつからと思って動画も見たし Spotify で音楽も散々聴いていたのに w i f i が付いていなかったってどういうことみたいな、うん、私は完全に電波を w i f i に輸送しているのでその分あのスマホの契約がねすごくミニマムにしてやるんであのその辺の 4G とか 5G とか使ってる ともう一気に正規が跳ね上がってしまう契約になってる、ね、もう焦るに焦ってマジかと思ってまあ、問い合わせたところ私の部屋だけじゃなくてこのマンションの統合とそうなってると言われてまあ最近の大雨がちょっとたたってしまったんではないかなと思ったんだけど結局その日の夜まで復旧しませんと言われてねえ絶望したんだけど <laughs> いやねいつもね w i f i つないだテレビでねアマゾンプライムとかさ 見るわけですよご飯食べる時にでも Wi-Fi 使えないしじゃあ動画も見ない方がいいなと思ってもう何もついてない状態でオートミールをモッサモッさ食べてたらさなんかやっぱいつもと違うわけですよ何も見るものがないから食べることに集中してたらいつもと同じ量のはずなのになんか6分目7分目ぐらいでなんかお腹いっぱいになってきちゃって,てええみたいな <laughs> でまあ結局買い出しとかもどっちにしろする必要があったしもう家で w i f i 使えないならもうちょっと出かけちゃおうと思ってねなんか外で済ませられる用事も一緒に片付けちゃおうと思ってクリーニング取りに行ったりとか自転車の空気入れに行ったりとかなんかいろいろやっちゃってさで帰ってきてすぐさまシャワーとか浴びてご飯の準備するみたいないやなんかね何が言いたいかっていうと結論から言うと禁断症状がすごいみたいななんか夕方ぐらいになったらイライラしてきちゃって。<laughs> <laughs> なんか風呂上がりに YouTube とかさちょっとご飯作ってる合間に流す音楽とかさ全部 w i f i 経由だったからいやーだいぶ依存してたんだなと思ってちょっと反省をしたんだよねでイラついてきたこれが禁断症状かと思って私あんまりその家の外に出た時はほぼ電波食わないようにしてるから動画も見ないし SNS もそんなに開けないから。 そんなに中毒じゃない方だと思っていたんだが、全くそうではなかったというね、事実が判明しまして。反省をしたんだけど。だからもう普段やらないことをね、やり出すわけですよ。なんか暇だから。そしたらさ、あの、おととしの誕生日に、おかんに買ってもらった、あの、サーモスが出してるね、あの、保温くん世紀イージースモーカーってやつね、もらってたんだけど、 一度も使わなないいまま、ね、封印をしていたんですよ <laughs> なんだかって言うとまあ送ってもらったばっかの時はね「いや,やったやっとうちに燻製機来たぞ」と思って使いたかったんだけど即座に失敗したくないと思っちゃってちょっと完璧主義の乙女座感出ちゃってたのかもしんないけど一発目やって失敗したら絶対なやぽよになって二度と使わなくなるだろうなと思って第1回の燻製は 絶対失敗してはならならいと思って <laughs> 何を燻製すればよいだろうかなんて考えてるうちにええー、をかぶっていったんだなその燻製機が <laughs> かわいそうにでそれをね、まあ、ちゃんと引っ越しの時にそいつは連れてきたんだけどあんまり暇だからでスーパーで買い出し行ってさ材料もあるから燻製しようと思って <laughs> ええー、酒の切り身をね 二切れ、燻製してやりました。昨日。なんかうまそりできてね。昨日はあの、スーパーで買った寿司を夕飯にしたから、燻製そのものは食べてないんだけど。この後ね、今日の夜ご飯は、スモークサーモン、サンドフィッチでも食べようかなと思います。うふ、えー、レンズ豆のスープ、何日か前に作ったやつがまだ余ってるから、それをスープにして、えー、鮭の燻製と、なんかタルタル代わりに、 マヨネーズとあと自分で作ってる紫玉ねぎのピクルスとかあるからそれを刻んでマヨと混ぜてタルタルっぽくしてあとなんかピーマンだか甘唐辛子しだか刻んで挟もう挟んで食おうかなと思っております皆さんお気づきですかこれは食テロラジオです <laughs> まだ食べてないんだけど <laughs> 絶対うまいだろうと思ってるんだけどいやピクルスね あの最近自分でやってましてピクルスっつってもピクルスガチ勢に比べると全然なんか何ですかそれはみたいななんちゃってピクルスなんだけどなんか業務用のお酢すごいなんか強烈にスースーしてる巣があるからうちに <laughs> 業務用の巣がそれと水を半々ぐらいにするとなんかちょうどいいって最近判明したんだよね前数100%で作ったらだいぶ強烈なのができてたんだけど水と半々ぐらいと。 あとローリエとクローブとあと鷹の爪とあと粒マスタードちょびっと入れといた液に生の玉ねぎをいい感じに切ってつけとくだけみたいなやつなんだけどし玉ねぎがねあんまり好きじゃなくてその生の玉ねぎがだから肉じゃがとかさカレーとかさ に入っちゃって、もう火が通ってくったくたのやつとかは大丈夫だし、生でももうなんか、サルサとかに入っちゃって、もう液状に使ってる玉ねぎとかは大丈夫なんだけど、もう、ちょっとでも生の玉ねぎ辛いのが嫌でね、なんかムカムカすんでね。胸とか喉がね、あれがちょっと嫌いで。だから新玉でさえね、あの、ちょっと水でさらしたやつはもう食べられなくて、辛いなと思って。新玉でした。 新玉もちょっと炒めて食べなきゃダメなぐらいちょっと敏感なんだけどでも玉ねぎ体によかろうなのだと思って食べたいからピクルスにすると、まあ、23日つけとくと辛いの抜けて食べられるんで対策として玉ねぎピクルス始めたんだけどあいつをみじん切りにしてマヨマヨしてやるとちょっとタルタルっぽくなるんじゃねえかと思ってそれを塗ってや食べようと思いますもし写真かなんか撮れたらサムネだから画面の中にあげようかなと思うけど。 顔が来たい。まあなんでね、まあ無事夜の8時頃、結局ご飯食べようかなっていう瞬間にね、Wi-Fi 復活したんで、夜からはね、あの、いつも通りの生活に戻ったんですけど、まあ思いのほか中毒になっているなと反省しました私であります。やっぱ週に1回はなんかその脱電波で、みたいなのを作った方が良さそうな気がちょっとするんだけど。あそんな日を過ごしました。 燻製機ね、あの、ご興味ある方、各プラットフォームの概要欄にリンク貼っときますんで、ぜひチェックしてみてください。まだ一回しかやってないし、まともな味見もしてないんだけど、すごくいい香りがくっついてる感じじゃんで、期待が高まるばかりです。煙もそんな出なくてね、あの、サーモスってさ、保温技術が得意な人たちじゃん。 なんかちょっと火にかけて煙が出たら保温する鍋みたいに入れとくんだよだからずっと延々と煙をもくもくさせてるわけじゃないから出る煙の量が少なくてお家でもできるよみたいなやつなんだけどなかなか良かったんでねあの鍋の底にチップのなんかいい香りがくっついてあんま取れない感じだけど程よい今のとこ程よい感じだしなんならキッチンいい匂いしてるぞみたいな感じだから匂い面煙面もねかなり 良さげなのではないかなと思うのでぜひチェックしてみてください、えー、ということで本日最初の曲いこうと思いますあまり、えー、脈絡がない選曲なのだがちょっと私のかけたい曲リストにね載せていた曲です、えー、それではいきたいと思いますレニー・クラビッツでフライアウィはいそんなわけで本日も寄せられたお便り読ませていただきたいと思います えー、ハミタネムミユさん、ありがとうございます。えー、リエさん、いつも楽しく配聴をしております。ありがとうございます。お悩みなんですが、多分リエさんと同年代です。アラフォー、アラフォーかな <laughs> えー、現在アプリで婚活をしております。数人お付き合いまで発展したり、現実的に結婚を考えてくれた方もいます。全員外国人男性です。アメリカ、ニュージーランド、ヨーロッパなど。 日本人男性は一度お会いして一切先に進まない方ばかりです。私は二十歳ぐらいの時から周りに日本人男性は無理だよ。君の相手はできない。外国人男性をつけた方がいいと言われ続けてきました。当時は英語もできないので何言ってるのって感じでした。性格がはっきりしていること、空気が読めない、ディベート好き、笑。<笑>えー、外国人と結婚を目指していった方がいいでしょうか どこが日本人な私もいて飛び込めない自分がいます。えー、ということなんですけれども、あのまずさ、アプリで婚活して、そんなに外国の人いるって思っちゃったんだけど、私はもう最近さ、なんかシングルが楽ちんになっちゃったから、もうアプリもどうでもいいやと思ってやってないんだけどさ、なんだろう、Tinder とかやってんのかな。<laughs> Tinder はでも出会い、出会いの色のは強いイメージあるけど、婚活アプリね。 外外国人メンツもいるんんだだだなっって感じで意外だったんだけどそうだなぁうん結論から言うとなんかそのこの人は何人この人は何人この人は日本人みたいななんか線引きを一回取っ払ってなんか好きに付き合ってみたりしてもいいんじゃないかなと思ったんですよねうんまあそのディベート好きね特にディベート好きの部分がちょっと日本 日本人男性は引っかかってくるところがある人がいるのかもしれないなーって思うんだけどなんかこうやっぱり優位に立っていたいとかさやっぱり勝っていたいとかさやっぱり言い負かしたいとかさ格好つけたいとかさ知らんけど <laughs> 女性に対してなんかそう思っている日本人男性まあ外国のダンメンズは私も付き合ったことないから知らんけど そういういに日本なんじゃちょっと多いイメージはあるかな。やっぱこうさ、女性は散歩引いてついてくるもんなみたいな、<laughs> 思い癖みたいなのがさ、ちょっとついてるような、イメージはちょっとあるよね。だからあんまりこう、バシバシ口が立つようなタイプの女子とか、それこそ優秀な女子とか、金稼ぐ女子とか、 わあちょっと、日本人男性はなんか苦手意識を持ってイメージあるよね、やっぱね。ちょっと強すぎるな、俺には、みたいな。<laughs> <laughs> 私はまだなんか、アプリやってた頃は、偽ったせん、自分の偽ったプロフとか宣伝をして、なんかめんどくさいのに捕まったり、めんどくさいことになるとめんどくさいなと思って、<laughs> 強気なプロフィールを結構いろいろ書いてた時期もあるんだけど、まあ、引いてた感じはするよね。<laughs> 男性人が「わあ」みたいなそれよりはさなんかふわふわしてさ「うんうんそうだね」って言ってくれてさなんか多少頭も悪いみたいな女子女子行きがちなイメージはちょっと悪いけどあるよねうんやばいちょっと日本人男子のディスりの神みたいになってきちゃたしやばいそんなつもりそんなつもりはないんですそんなつもりはないんです いやー、そういう人ばっかりじゃないだろうし、うん。まあ、ド M もいるだろうし、逆に、そっちの方が燃えるぜって人も、い、い、いいるい知らんけど、い、いいるといいなと思ってんだけど。<laughs> ま、あ繊細なんだろうね、うん。あの、ミワさんも言ってたけどさ、男らしさっていうのは、繊細で、神経質で、どっちかっていうとそういうものなんだってよく言ってたん、ね、で、なんか、ちょちと言葉出てこなかったけど。 逆に女性の方がずぶとくて強くてほっといても生きていけるみたいなさ <laughs>。だからいわゆる男らしさ女らしさのイメージっていうのは実は逆なんだみたいなことを皆さんもよく言ってたけど。まあだからそういう意味で男らしい男の人が日本人の人多いのかな知らんけど。うん。まだ海外の 女性はさ、もうなんか強いイメージあるよね。うん、海外ドラマとか見てても、別にドラマがね、現実の世界とイコールだとは言わないが、やっぱりこう声を上げて打ち切れてるとかさ、<laughs> 言いたい放題言っているとかさ、果敢にメンズに挑んで口喧嘩しているみたいなシーンも結構あるじゃん。ああいうの見てるだけでも、ああ、ストロングだなって思うし。 <laughs> 逆に、ちょっと私言いたいことがあって、あの、日本人女性はさ、海外の男子にモテるじゃんそういうイメージあるじゃん。実際モテるもあると思うんだけど、あれなんでかっていうと、っていうのは、これはあくまで私の考えと主観だけど、やっぱりそういう <laughs> 激しいイメージがある海外の女子と比べると、やはり控えめであるとか、 やはりりりその歩歩なり三歩なりちょっと下がってついてきてくれる感じとか男性を立てるイメージとかやっぱあると思うんだよ。あ,あともちろんさエキゾチックとか小柄であるとか色白であるとか黒髪いいねとかいろいろあると思うんだけどやっぱそのちょっとおとなしそうで良いっていうのが結構効いてると思うんだよね。 悪い言い方すると舐められてるっていうか、いい言い方すると癒しを求められてると言ってもいいのかもしれないけど。ねえ、その、外国の男性人から見ても、 あの日本人女子に俺たちはモテているみたいな自覚もあると思うわけあのすごく悪い言い方をするけど私前に作ったあのハーフとして日本で暮らすということみたいな動画を作った時にその中でも言ったんだけど日本人の,あの特に欧米人に対する期待値が高すぎるんだよねでいや大してかっこよくもなくねえかっていう冷静に見るとそういう顔の外国人の男でも なんか、ただ金髪なだけでかっこいいとかさ、目の色が違うだけでかっこいいとかさ、てか、ていうか外人なだけでかっこよく見えるみたいな、そういう外人かっこいいフィルターみたいなのをもう常に搭載してるから、日本人は。多くの日本人は。だから、多少顔がそんなでも <laughs> な、そんなでなくても、多少背が低くても、こう日本人女子から俺たちはモテるみたいな、って思ってるところはちょっとあると思うんだよね。ちょっと需要と供給が噛み合っちゃってるか、みたいな。 いや、噛み合ったら噛み合ったらいいんだけど、えー、そして私のかなり偏った、えー、主観ですが、ちょっとそういう目で海外の男子は日本人女子を見てるぞってことは、あの皆さん頭の隅にちょっと置いといてほしいんで、おとなしくていうことを聞いてくれると思っているみたいな、そう期待をちょっとしているかもしれないですよ。そんな外国人男性は。うん。何の話だっけ 何の何の話だっ話 <laughs> まあなんかそういう意味で言うとあのみゆさんももしそういう期待を向けている男性が来てくれているとしたらちょっと思ってたのとちゃうなって思う <laughs> パターンもあるかもしれないけどまあでもねあの大外のストロングウーマンを相手にしてきたメンズからだったらまあみゆさんはいや別にうん。 まあ言うても日本人女子だよねみたいなで。そういう見方をしてくれるのかもしれ,ない知れんし、ちょっとわからんけど。まあ結婚となるとね、また国際結婚ってなるとね、ちょっといろいろ大変な部分も結構あるとは思うんだけど、どこに住むんだじゃあとかさ、その住む場所が出てくるとじゃあ仕事どうするんだとかなってくるしさ、リアルな話になると私もよくわからんけど、まあただ付き合ってみる分には別にいいんじゃないかなって思うし、あ、大体こんな感じでふふんって把握できると思うし。 ちょっといろいろ言うたし、話もまとまらないんですけど、あんまりその、何人だからこうってことでもないと思うんだよね。いろいろ言ったけど。<laughs> 日本人女子に期待されている何かみたいな話をちょっとした、しちゃったけど、言うてもしたけど、やっぱその、何人だからっていうくくりの色メガネで見るより、その、個体として見た方が生きるかさ。 同じ日本人でもさ、個体ごとに見ると、個体って言い方がちょっとあれだけど、個体で見ると全然性格とかさ、ルックスとかさ、全部違うし、それは海外の人だって同じだと思うんで、まあ最初にも言いましたけど、結論から言うと、何人だからって見方じゃなくて、一男性としてそれぞれの人を分け隔てなく見るみたいな感じがいいんじゃないかなと思います。まあうまく言えんけど。 ていうか、まあ、その、ディベート好きだし、性格もはっきりしてるっていうんだったら、もう、もうちょっとこう、もうちょっとって言い方がちょっと違うけど、インテリジェントな男性を探すと良いのかもしれないですね。うん、その上で、その、マウントを取ってこないとか、論破したいと思わない人みたいな、うん、ディベートそのものを楽しめる余裕がある知的なメンズ、いるといいですね。<laughs> 私もそんな人と付き合いたいです。 じゃあこんな感じにしておこうかな <laughs>、えー。じゃあですね、別件でちょっとリクエストのお便りいただきましたんで、えー、お読みしたいと思います、えー。ハーミットネーム、どんがらがしちゃんさん。<laughs> なんとなく世代が分かる気がするけど <laughs>、えー。いつも楽しく拝聴しております。びっくり。ありがとうございます。えー、リクエスト曲のみでもいいと伺って、早速点々点、てんてんてん。季節柄もありますが、歌詞がとても少ない曲です。ということで、えー、こちらの曲おかけしたいと思います。 倉橋子で今日も雨いやーちょっと倉橋由恵子さんという方を初めて知りましたがなんかいい感じいい感じの歌声そして歌だよねちょっとスポティファイで聞いいてみようかなと思います別にスポティファイの回し物ではないがいやーオンデマンド便利だよね <laughs> 全然 w i f i 中毒じゃないかと思うんだけど。 えー、ということで、ハーミットタイムにようこそ。では、引き続き皆様からのお悩み、お便り、募集いたしております。YouTube の民はこちらの動画のコメント欄、Spotify の民はこちらのエピソードをズズイと下までスクロールしていただいて、一番下の Q&A コメント欄まで、1、ハーミットネーム、2、お悩み、もしくは話題にしてほしいこと、そして3、リクエスト曲、ぜひこの3つをお寄せください。お悩みだけとか、 流血ーケスト曲だけでも大丈夫です。ふるって遠慮なくコメントお寄せください。お待ちしてあります。えー、そんなわけでハーミングタイムボリューム36以上にしようと思います。えー、ぜひまた次のエピソードでもお会いしましょう。お聴きいただきありがとうございます。バイバーイ。